皆様本日は最後までどうぞ楽しんでいってくださいませ。俺のやつ、俺の土下座のやつを、いいですか、加藤さん。まさかゆうやさんがやってくださる。いや、あのヘンドリクセンちょっと謝んなきゃいけないこといっぱいあるんで。いやいや、そうですけど、はい、率先して土下座を。もういきなりそちらから土下座フェスのスタートですか。いや、やっぱり滞在フェスといえば土下座ってこうイコールみたいなもん。だって今日も昼の部もね、ご覧いただいて。そうなんですよ。すいません、お待たせしました。もうよろしく。あの昼の部散々あのピキンを楽しませていただきました。確かに、はい、可愛かったですからね、ピキンも、いや楽しかったですね、本当に。ちょっと土下座取られましたね。取られましたね。いつ振ろうかと思ってたんですけど、これ大振ろうかと思ってたんですね。あんなに盛り上がるんやったら土下座したらいいじゃんと思って。そうですか。なんか何に謝ってるかどうか分かんないですけど、いや、まあ、なんかその時が来たらやりますよ、それは。なるほど。誰？その時早くないか？見たい。見たい。ちょっと待ってです。見たい、見たい。いつやんの？いつやんの？いつやんの？見たい。もう7つの滞在が揃ってないから、この時点で一回謝って。あー。そうだそうだ。お客さん盛り上がらないでください。これ以上盛り上がらないでください。ダメだ。タイトルダメだ。確かに揃ってないですからね。そうやろ、そうやろ。これは一回お客さんに詫びなあかんやんね、ここはね。そうですね。そうやね。なんでこうなるかな。7つの滞在グループを代表してカジ君。師匠。カジ君一回謝ろう。師匠。わかりました。なんかわかんないけど、皆さん頑張れ。本日は7つの滞在フェスにお越しいただきましてありがとうございます。にもかかわらず、あれにもかかわらず、小西土下座フェス、さあ、あっと取られてしまった。せっかくの土下座のタイミング。みんな、みんなカジ君見てるよ。みんなカジ君のこと見てるよ。にもかかわらず滞在を7人そ…土下座、これは三つ指タイプだ。ちょっとね、ジャケットをあの肩からかけて、そうですね、おしゃれなランウェイで土下座するかのごとくの、いや、すごい、こんなおしゃれ土下座出ました。おしゃれ土下座だったんですね。出ました。いや、すいません。あんな眼差しでにもかかわらず、いや、丁寧丁寧丁寧、すごくお上品。育ちが分かる。いや、ほんま、京都の土下座ですね、これは。ね、京土下座。さすがに膝についた泥も払ってね。なぜか、ハグ。さすがに僕も次、高木くん来るんだろうなと思ってました。ありがとうございます。カジ君、もうあのみんなやったからいいよ。そうですよね、なんかその感じになってますよね。もう、だって、汚れるタイプはもう全部終わってるから。土下座のお株を奪われてどうも、すいませんでした。出た、ジャンピング土下座。素晴らしい。これが伝説のジャンピング土下座か。 D 難度でございます。あいつ輝いてるぜ。いやー、かっこいい。罪深き男。膝が痛い。平井さん、そこ噛んだらあかんやつ。罪深き男のとこは噛んだらあかんとこやね。これも謝ってもらいます。はい。声にならないやつだ。今声にならないやつだ。いやー、梶君はいろんな土下座を持っとるね。持っとるね。さすがやで。え、頑張った。あら、もはやマイクが。マイクが。マイクが降りてしまった。主役がこのステージから降りることになりました。夜の部、残念ですが、スタッフにも土下座。新しいマイクありがとうございます。待って、こいつの土下座安いぞ。後ほどロビーで皆さんを土下座で見送る。いろんなイベントありますけど、土下座見送りは今までないんちゃいますか、ね、でしょうね。死んじゃう、死んじゃう。さすがにそれはダメですよね、だいぶ声のボリューム僕大きくなった気がしますね。いや、本当に、ちょっと土下座でこんな尺取っちゃいけない。いや、ないじゃない。何をするんでしたっけ、ここ。それをあなたが仕切る。そうか、それがあなたの仕事。そうですよ ね、うん、すよね。どこ、あなたが仕事。カジ君戻して、カジ君戻して、カジ君その台本取って。あかん。さあ、というわけでですね、いやいや、めっちゃ回すやん。
お願いします。じゃあもうもう来れないと僕無理なんですからそんなキャラでしたっけ違うんですよ、はい、ここの会場だけではございません、うん、映画館でうまくこう、はい、ライブ的なライブビューイング的なやつそれそれすぐ忘れちゃうからそうライブまで覚えてるんですけど、はい、ライブビューイングそうそうですね、はい、がそれであるんですよね。このカメラですか、はい、全国でやってるんですか。皆さん日本全国で日本全国でやってます。またその流れをやるといや、やらない。すごい。わ、これはもう全国の会場のお客さん今喜んだよ。いや、そう、カジ君の土下座で。いや、ほんとそう。いや、でもね、ほんと